兄と父の影響です。小学2年生の時です。浜松ガッツスポーツ少年団というです。ガッツっていう名前でガッツあるプレーをしようと心がけていました。浜松開成中学校でした。チームのエースが怪我してしまって、その代理でピッチャーをやらせてもらって、そのままエース番号をもらったんですけど、その時からピッチャーの自覚も少しついて、打たせてピッチングっていうのを心がけてやっていました。家から近いっていうのもありましたし、そこなら自分のプレーをしっかりできるのではないかということで選びました。中学と高校でのレベルの差っていうのが、特に感じました。一度流れに乗れば一気に得点を取れるようなチームだと思っているので、守備に関しては周りを見てコミュニケーションを多く取ることだったり、打撃に関しては打線をつなぐ意識を高く持っていました。一戦必勝で目の前の相手に全力で全野球で挑んでいきたいです。